走ってきた、うん、これはどうだ、抜けるか、抜けた、レフトの頭抜けた、そして一塁ランナー稲室走ってくる佐野、ここはサードベース、スリーベースヒット、ここを思い切って引っ張ってきた、レフト前ヒット、いやー、わかんないですね、ちょっと、はい、鋭い打球がライトを襲っている、吉田バック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 、どうか、取れないか、取れない、ランナー三塁を回って今ホームイン、同点に追いつきました富山 GRA のサンダーバーズ。佐野は俊足を飛ばして三塁へ、三塁だ、佐野初球から振ってきた、レフト前ヒット、うん、これを打ってサードの横、ショート深いところ、投げれない、これを打った、どうだ、センター前に落ちる、の4球目変化球できた、これをうまく合わせていきました、ライト前へ持っていきました。さあ3番バッターの佐野、2ナッシングです。これはセンターへ抜けていきました、足を這うような当たりになりました。真ん中へ入ってくるボール、三遊間運んでいきました、レフト前ヒット、ギリギリのところ投げ込みたいっていうのはあるんじゃないですか。インコマさんも切って引っ張った、どうだ、センター落ちた、ちょっと外野も下がっていた、ビーボールワンストライク、これ思い切って引っ張ってショートの横、ここは止める、ダーマンブルワンストライク、これはうまく打ちましたね、セカンドの頭センター前、そして一塁ランナーの今井君が一気に三塁へ、ここはどうだ、その横抜けた、3球目センター前に抜けていく、鏡はホームイン、そして武部も三塁を回ってホームに帰ってきた、4点目が入りました。次はいきなりこの佐野と対戦ということになります。ジャストミート、レフト前、おまぎって引っ張ってきた、レフト前ヒット、さあノーアウトからランナーが出ました、これはどうだ、セカンドの横、ライト前、一塁ランナースタート、ここで一、二塁間を打球が抜けていきました、今滝本ホームイン、そして武部は三塁で止まる。佐野に対して勝井が4球目、変化球いきなり打っていきまして、これはライトの前です。3球目、はい、初球です、いきなり打っていきました、レフトへ、2塁ランナー3塁へ、それぞれ進塁しています。タイミング合いませんでした、前進してくる阿部の前に落ちました、これはライト前ヒット、思い切って引っ張ってきた、これはショートの横抜けるレフト前ヒット、ボールを集めたい、最高の得点目ですね、タイマーにとってはナイスバッティング、ナイスバッティングですね、100点です。はい、ちょっとね、熱中症注意でございますね、そうですよね、はい、あ、打ちました、これは高く上がったショート、どうだ、セーフ、セーフ、いやね、できた、どうだ、面白いぞ、抜けた、抜けたで6点回避という展開がありましたからね、うん、さあその初球2球目、見事佐野対応、レフト前ヒット、お、そのセンターどうだ、阿部の前に落ちる、おー、連打連打、おー、どうだ、ライトの前に落ちる、一気に帰ってくる、おお、追加点、さすが、これは思い切って振ってきた、レフト前ヒット、バッティングは非常に
いんですよね。平行カウントっていうのは絶対、ね、はい、ルールって聞いたんですけど。そうです、これ打ってくるでしょう。センター前クリーンヒットです。素晴らしいですね。やっぱ平行カウントから来ましたね。来ましたね。しっかりとセンター返し。これはセンター前ヒット。トップバッターが出ました。そのセンター前ヒット、さあこのそのセンター前に落ちた。落ちた。阿部もダイビングキャッチ。二塁まで、うん、一気に二塁に落とした。まっすぐ右方向、1、2塁間破ってライト前、打ってセンター前、ライトバッティング。またセンターへ飛んでいる。今度は阿部の前だ。落ちた落ちた落ちた。武田が今ゆっくりとホームイン。2球目、一、二塁間抜けていきました。ライトへボールが転がっていきました。四球目どうでしょう。打っていきました。レフトの前、ロマンの前に落ちました。三球目、打ち返していきました。センター前にヒット。ヒットね。あとまあ甲子園も何度か、はい、ね、高校野球も見えたりしてます。なるほど。さあその先頭バッター出ました。さあ先制のチャンスは瀬山チアレンサンダーバーズ。上になったっていう、入れ替わった、変わりました、ね、おや、あちょっとね、実はこれは初球どうだ、これは飛んでますけど落ちましたね。落ちましたね。左中間落ちました。これは三塁で止めますね。